西海岸に平和を取り戻し、アリシアたちはニューヨークに戻ってきた。だが帰ってきた彼女を失望が襲う。交点を失ったスカイギルドがスピードマックスを復活させたというのだ。ブルーウィング隊長松平を加えたレッドホークは直ちに捜査を開始した。よみがえる狂気。残念なお知らせよ。スピードマックスが復活したらしいわ。今回はスカイギルドが直接裏で動いてるみたいね。早速フリーウェイをサーキット上にしているわ。逮捕に向かった州警察の車は軒並みやられたわ。情報によると性能、武装ともに以前よりパワーアップしているそうよ。まあ私たちの敵ではないわね。さっさと検挙してしまいましょう。スピードマックスが復活。スカイギルドめ。そんな、みんな逮捕したのに。日本のスピードマックスはアメリカのコピーだったのか。オリジナルとなればそのパワーもまるで違うだろうな。なんだ、日本のお客さんはもうおじけづいたのか。この程度でビビってんだったらさっさと日本に帰った方がいいな。冗談はよしてくれ。この程度でおじけづいていては WSP は務まらんよ。やれやれ、またカールの悪い病気が出たな。ミスター松平、気にしないでくれ。俺は挨拶みたいなものだ。なんだぞバーニー、病気ってどういう意味だよ。もちろんその口の悪いことを言ってるんだよ。チーム内ならまだしも日本の客人に恥をさらすな。なに、もう一度言ってみろ。やめなさい二人とも。身内の喧嘩はもっと恥ずかしいわ。すまない隊長。なかなか大変そうだな、ここの隊長は。まあね、変わり者が多いから。もしかしてその変わり者に俺も含まれるのか。だとしたら心外だな。もしかして私も。ともかく今回の相手はただの走り屋じゃない。そして背後にいるのはスカイギルドよ。また何か企んでるに違いないわ。ああ、俺もそう思う。早速ミスター松平の実力を見せてもらえそうだな。頼んだぞレッドホーク、出動。
ターゲットを見つけたわ。気を緩めたらやられるわ。けど簡単には逃がさないわよ。残党の検挙には成功したが、スカイギルドを捕らえることはできなかった。だが検挙者の証言から再びスピードマックスが開催されることが判明する。今度こそスカイギルドを捕まえられるかもしれない。そう考えれば決して無視できない情報だった。犯罪者を見逃すわけにはいかない。スカイギルドの有力な情報がない以上、スピードマックスを抑えるしかない。レッドホークは本戦レースの開催日時を追い求めた。その結果、開催場所となる地方の情報を得た。しかし、そこには静かに待ち伏せる敵の影があった。スカイギルドの陰謀。車両がフリーウェイを暴走中。武装の確認はまだできてないけど、スピードマックスである疑いが濃厚ね。管轄である州警察には私たちレッドホークに任せてもらうように頼んでおいたわ。どういうわけかたった一台だけど、気を抜かないようにね。一台だけ？マジかよ。俺たちを誘い出すための罠なのかもな。用心深いわね。でもその可能性もありえるわね。罠だとするといつも以上に気を引き締めていないと危険ね。あん、大丈夫でしょうね。もちろん大丈夫です。大丈夫に見えないのよね、あなたの場合。不安でたまらないわ。いつも慎重に行動してるみたいだけど、もっと度胸を出して行動しなさいよ。ユン、あまりアンをいじめないで。アンは度胸はともかく、能力はすごいものを持ってるんだから。
度胸はともかくっていうのはユンの言葉を肯定してるよな。いいのよ、変に自分を過信するよりは慎重な人の方が長生きするわ。いいね、そのポジティブな考え、卑下するよりずっといい。俺の目から見てもアンの腕は一人前だ。自信を持って任務に当たればいい。期待してるぜ。ありがとうございます。スピードマックスの手がかりが得られるかもしれない。何が目的かは分からないけど、絶対にそのトレーラー逃がさないわ。ああ、だがくれぐれも油断するな。レッドホーク出動。通りです。奴らが来ました。よし、あとは任せたぞ。レッドホークを亡き者にしてやれ。はっ、任せてください。武装してるじゃない。
トレーラーは予想通りスピードマックス残党だった。そして近くスピードマックスが開催されることを裏付けていたということだ。スピードマックスと衆を決するまであとわずかだ。私は無限に広がる荒野の風景を眺めながら、ようやく見え始めた戦いの結末を思い描いた。アリシアたちがトレーラーと戦いを繰り広げた場所こそスピードマックスの開催場所だった。すでに開催日時の情報を得た WSP は中警察協力のもと一斉検挙を敢行。しかしそれを察知していたイングマルは万全の態勢でレッドホークに挑んできた。勝つ。今回の任務は再び行われているスピードマックスレースを取り締まること。州警察と共に任務に当たることになるけど、レース参加者は武装しているだろうから州警察は道路封鎖に徹し、参加者の検挙は私たちで行うわ。特にスピードマックスの幹部クラスは必ず検挙したいところね。逃げられてまたスピードマックスが復活なんて間抜けな話はもうこりごりよ。そうだな、スピードマックスだけでなく俺たちにはスカイギルドという敵がいる。スピードマックスの相手ばかりそうそう何度もしてられない。そうね、このまま幹部を逮捕してスカイギルドの情報を聞き出す。そして一気にスカイギルド壊滅まで持っていきたいわ。そううまくいくでしょうか。やるのよ、それが私たちの使命でしょ。弱気なこと言わないでよ。ごめんなさい、不安になってしまって。大丈夫だよアン、自信を持つんだ。この任務を成功させれば一連の事件解決に大きく近づくんだ。そうすれば巻き込まれて不幸になる市民もいなくなる。はい、全力を尽くします。敵は数も多く危険な任務になるだろう。だがこのチャンスは逃せない。頼んだぞレッドホーク、出動。
州警察は道路を封鎖しバリケードを構築。各バリケードにて待機中。了解。さあみんな始めるわよ。あの車両、他の奴らとは違う感じを受けるわ。雑魚ではないことは確実ね。私たちは戦いに勝利した。復活したスピードマックスを再び阻止したのだ。主だった幹部クラスも逮捕できたため、また復活するようなことはないだろう。だがこの勝利を素直に祝うことはできなかった。肝心のイングマルは愚か、スカイギルドの幹部すら検挙者の中にはいなかったのだ。また振り出しに戻ってしまったが、きっとチャンスはやってくる。諦めるわけにはいかない。世界的規模の闇犯罪組織スカイギルド、スピードマックスを倒したレッドホークの最後の敵であった。しかしその実態はほとんどつかめていない。懸命の捜査も虚しく時を費やすの。アリシアの焦りは日々募っていく。しかし思いがけない協力者が現れた。コーテンが取引に現れたのだ。イングマル・ベルトリッチ。貴様、どうやって逃げ出しやがった。よくも堂々と顔を出せるな。内心穏やかではないさ。それより取引をしようじゃないか。諸君に必要な情報を提供しよう。
その代わり我々の安全を保証してほしい。どういうことだ。スカイギルドの目的を知っているかね。人類、いや命あるもの全てを無に返すこと、世界の破滅が奴らの望みなんだ。地球の掃除だと奴らは言っているがね。それがスカイギルドの最終目的。我々は商売をしたいのだ。人類が滅んでしまっては何もならない。何のために、それにどうやって世界を滅ぼす。格差。スカイギルドは核を手に入れている。全世界を数回は殲滅できる量。それほどの核を。冷戦終結の混乱に乗じて核ミサイルを施設ごと買い上げたんだ。世界を滅ぼしてどうしようというんだ。選ばれし新人類による新世界を作るそうだ。新人類だと？ふざけたことを。やつは絶対遺伝子を持ったハイブリッドヒューマン。人間じゃないのさ。絶対遺伝子、ハイブリッドヒューマン、一体何者なんだ。やつの名はイングマル・ベルトリッド。イングマル・ベルトリッチ。世界を破滅？実感湧かないな。世界を滅ぼすことを考えてる奴らなんてたくさんいるだろうけど、スカイギルドはそんな奴らと同じとも思えないわね。皇帝の話を信じてもいいのでしょうか。信じられないような話だが、その後の調査で裏付けが取れた。奴ら大量の核を保有してやがる。スピードマックスはそのための人材集めや資金回収という意味もあったようだな。もっとも世界を破滅へ近づけるための手段の一つでもあったろうがな。確かに辻褄は合いそうね。イングマルとその叔父との葛藤を考えるとむしろ納得がいく。イングマルの叔父？今は説明してる時間がないわ。それで問題の核施設はどこなの？イングマルもそこに？核施設は WSP 情報部もすでに確認している。だが他国となると WSP の権限を大きく逸脱する。しかしそれでも俺はお前たちに言いたい。イングマルを撃てと。そう来なくちゃな。今さら引き下がれるもんですか。命令がないのなら私一人でも勝手に乗り込むつもりだったわ。私もよ。
私だってそのつもりよ。アリシアが行くなら私だって、私だって。もちろん音もするぜ隊長。俺を忘れてもらっちゃ困るぜ。一人でなんて行かせるわけないだろ隊長。つれねえな隊長。俺たちは足手まといかよ。やる気だなアリシア。だが俺たちがいることを忘れないでくれ。みんな。オーケー。さすがレッドホーク。俺は嬉しいぜ。ユン、任務発生だ。説明頼む。了解。みんな物好きね。とはいえ世界の命運がかかってるものね。冗談が言える状況じゃないわね。これはラッシア極東部にあるスカイギルドの核ミサイル基地よ。日本からラッシア港に上陸後、港から数十キロの位置にあるわ。情報部からのデータによれば、すでに発射準備は整いつつあるとのこと。これを阻止するためには直接乗り込むしかないわ。ただ問題があるわ。ラッシアは WSP に加盟していないのよ。だからレッドホークはラッシアで捜査活動を行うことができないわ。現在ラッシア警察と接触中なので、許可が下りるまでは待機ね。全てはラシアとの交渉がうまくいったらの話ね。じれったいな。ええ、こんなところで手をこまねいているのは性分に合わないわ。どうせならラシア港で待ちましょう。司令、レッドホークをラシアに派遣してください。わかった。ただし許可を出すまで動くなよ。国際問題に発展する恐れがある。微妙な状態であることを認識しろ。無事に帰ってこいよ。ラシアへ渡ることができるのはアリシアとミスター松平を含めた5人よ。ラシアへ入ってしまったら車両兵器はもう変更することはできないわ。弾薬だけは航空部隊を通じて補給が可能よ。慎重に編成する必要があるわ。行くわよ。レッドホーク出動。
WSP に告げる。武装解除して車から降りなさい。繰り返す。武装解除して車から降りなさい。どうなってるんだ。ラシア警察は完全に俺たちを敵対視してるじゃないか。これじゃイングマルの騎士に行くどころじゃないぞ。おそらくイングマルの仕業ね。私たちの動きを察知して先手を打っておいたんだわ。イングマルはラシア警察を動かせるというのか。全部ではないでしょうけどね。核ミサイル基地を私有化するようなやつよ。何にしてもこんなところで待たされるのはごめんだわ。どうするつもりだ。決まってるじゃない、強行突破あるのみよ。あまり状況が良くないわ。ラシア警察を突破しスカイギルドの基地を目指す。核ミサイル発射の瞬間は刻一刻と近づいている。私たちはもう引き返せないところまで来てしまったのだ。しかし後悔はしていない。私たちがスカイギルドをイングマルを止める。ラシアの大地を疾走する中、ハンドルを握る手に自然と力が入る。ついに決着をつける時が来た。スカイギルドの基地まで残り数十キロ。ラシア警察を突破したレッドホークだが、完全に逃げ切れたわけではなかった。だが立ち止まることはできない。決死の覚悟でラシア警察から逃れている。
大地をかける。ちょっと待って、あれは何？軍隊だ。奴らラシア軍まで動かしてきた。賢明な判断ね。でも軍隊であろうと WSP の相手ではないわ。さあ片っ端からやっつけていくわよ。攻撃命中。ラシア軍の追跡を振り切った私たちの前に、ついにスカイギルドの基地が姿を見せた。あそこに倒すべき敵イングマルがいる。私たちは皆一様に緊張していた。まさか私たちの手に世界の未来が託されるか。だが決して弱音は吐かない。誇り高き WSP のレッドホークの一員である限り、そしてイングマルの野望を阻止するために。マシンはブラックストーム。ブラックストーム。それは何？ WSP 日本支部のチームなの？いや、WSP とは無関係だ。警察ではなく私的な集団らしい。犯罪集団。むしろ逆だ。
犯罪者を見つけ次第実力で叩き潰そうとする。力による正義を主張する集団、それが奴らだ。また会ったな。やっぱり生きていたのか。そう簡単に死にはしないさ。まだまだ裁かれるべき悪は世の中には吐いて捨てるほどいるんだな。しかし今日はお前ではない、アリシアに用事がある。え、どうして私の名前を。久しぶりだな、アリシア。まさかロバート。本当にロバートなのね。生きていたのね。ああ、悪を裁くため地獄から戻ってきたのさ。どうして今まで会いに来てくれなかったの。私もお前が生きていると知ったのはつい最近なのだ。だからこそ今から取り戻そう。俺と一緒に来い、アリシア。警察にいたのでは正義は貫き通せない。悪は根絶やしにしなければならない。法で裁ききるのには限界が来ている。誰かが裁かなければならんのだ。ロバート、それは違う。それは独善的な正義だ。あなたは以前俺に言ったはずだ。犯人はあくまで法の裁きに照らすべきだ。自分自身が法であるなどと思い上がってはならないと。俺自身が法などとは今でも思っていない。しかし俺の正義は悪を裁くに値する。法で裁けない悪は正義によって裁く。そのためにはアリシア、お前の力が必要だ。アリシア、行こう。そして共に戦おう。私はあなたとはいけない。なぜだ、アリシア。悪を滅ぼすために戦う心はお前も俺も同じじゃないのか。ええ、そうよ。私は同じ。でもあなたは変わってしまった。強い信念を持ったロバートじゃない。私が愛したロバートじゃない。だからあなたを認めることはできない。あなたとは一緒に行けない。あなたとは戦えないわ。アリシア、そうか。では仕方ない。お前を仲間にするのは諦めるとしよう、アリシア。これからどうするつもりだ。お前たちだけでどうにかできるほどスカイギルドは甘くはない。
今回の戦いだけは俺も同行しよう。イングマルが倒すべき悪の中核であるという事実は変わらないのだ。不服そうだな、松田よ。だが戦力は多いほどいい。今から行く場所は平和なアメリカではない。本当の戦場なんだからな。レッドホークとブラックストームはついにイングマルの元へとたどり着いた。一連の事件の元凶である、絶対悪の遺伝子を持つ男、イングマル。この男を倒さない限り平和は訪れない。アリシアたちはそれぞれの思いを胸に秘め、イングマルの基地の中へと侵入する。最後の対決が今始まろうとしていた。